野崎チャンネル。ウィーす、野崎です。いや、転職ちゃんだよ。今回はシコラ使っていきます。それでは。スタート。どうしたん、転職ちゃん。どうしたんじゃないよ。アイちゃんさっきから AA しか言ってないよ。普通に話せますよ、しき様。心配になるからやめて。しき様が私のことを心配してくださるなんて。気持ちよすぎる、ヤックス。おい、アイちゃん。やっぱしまくん、役やり。最近、出番少なくて悪かった、ごめん。ということで今回はシコラなんですけども。待ちなさい待ちなさい。確かに私の出番3週間ぶりだけど。寝たいよ、アイちゃん。あくまで私は家族だよ。ちょっとさすがに悪いと思って、だから。これからも悪いを持ってこなしていきます。さ、しき様しばらくあいつは起きないので、二人で、一緒にやっていきましょう。で、しこらってどんな感じの武器なのかな。この武器は無印に隠れがちなのですが、自分にバランスがよく使いやすいです。特に油との相性は私としき様ぐらい良いですよ。なるほど。でも、実際は無印の方が使われてるけど、確かに無印の方が色々とできますね。例えるなら、しは90点で、しこらは80点って感じです。どっちも優秀だけど無印の方が高いって感じなんだね。イエス。ただそれでもストロングでバランスがグッドなので、カタカナ英語わからないな。要は十分に無双できる武器なんですよ。ということは今回も無双動画なのか。確かに最近多いですよね、無双動画。XP 2300の筆に上手いって勘違いしてるのかしら。あいつ一応高い部類には入ってるらしいんだけどな。そろそろ新しいことやらないと飽きられちゃいますよ。何かないかな。まあ、とりあえずこの話題は置いておきましょう。そうだね、試合の実況に戻っていこう。さ、ここはトルネードを使って、ヤグラに相手を近づけさせないようにするわ。これで少し相手の邪魔になったね。あとは2人ぐらい倒していきます。あ、惜しかったね。あのままもう一人倒せてたら、しき様にノックアウトを見せることができる。私の後ろに立っているのはしき様だけど、これは仕方がないね。さ、防衛の時間だね。そうですね。ですがトルネードがあれば簡単に止められるので、ホームで牽制しつつスペシャルを貯めていきます。相手に2から来る気がする。しき様さすがにそれはなくて、オンラインか。しき様の忠告を聞いていれば。ふえー。ああ、自分の顔殴っちゃダメだって。また攻め側になったね。見た感じ裏からは来ないみたいですので、矢倉周りをしっかり守っていきます。あと敵陣にトルネードを投げて、相手の対応を塞いでおきます。このトルネードはかなりいいんじゃない？あ、でもうまくやり過ごされてしまいましたね。まあまだ時間もあるし、気長に攻めていけばいいと思うよ。確かにそうですね。モデラーリベンジ完了。これで人数有利になったので、矢倉を進めていきます。できればノックアウト狙っていきたいね。ノックアウト決めたらデートしてください。到着のデートの約束。一緒にエステに行きましょう。あ、エステか。しき様の顔がさらに綺麗になると思うと。ごちそうさまでした。ジュルル、何が？あ、失礼しました。気にしないでください、ブック。気にするんだよな。あ、このままだとしき様とデートできない。ノックアウトできなくてもどこか行こうよ。まずっか？しき様、ラブ、フォーバー。みんなでご飯2人で。みんな2人で。そうだね、たまに。怖いよ、アイちゃん。もう、消えてしまってもいい。消えちゃダメだよ。あれ？俺寝てたんごく。あれ？野崎が起きたような気がしたんだけど、気のせいですよ、しき様。だいぶ無事防衛できた感じだね。そうですね。ただ、何かが起こるのがこのゲームなので、油断せずにしっかり戦っていきます。いいタイミングで2人倒せたね。あとはしっかりスペシャルを貯めて、ヤグラを強制的に止められるようにしていきますよ。意外とスペシャル回すことができるんだね。これも無印と違っていいところなんですよ。ですのでヤグラだと本当に強いと思いますよ。というかもうトルネード使う準備整ってるね。ここはあまり無理はせずに、確実に勝っていきたいですからね。勉強になったら使っていきます。作戦開始。これは確かに強いね。あとはそこのロングさんを倒して。最後当たってないわよ。まあ、アイちゃん落ち着いて。あ、しき様とデートだわ。準備しないと。あ、私も準備しないとな。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録してくれると嬉しいな。X もやってるので概要欄からフォローすると喜ぶわよ。そういえば最近治療いませんでしたか？あ、野崎が夢を旅に出てるらしいよ。あの子一人で大丈夫かしら？まあ、いつか帰ってくるんじゃない？それもそうですね、しき様。